なんで北朝鮮はミサイルを飛ばすのか。理由は、アメリカへの挑発説。北朝鮮という国は相手を挑発して危機感を持たせて、周辺の国から援助を受けて、成り立ってきているような国。簡単に言うと、かまってちゃん。アメリカに潰されないように。我が国は強いんだぞ。こんなヤバい核兵器を持ってるんだぞ。オラオラオラというのをアピールのためミサイルを発射しているのです。周辺国に武器を売ってお金を稼ぎたいです。北朝鮮から武器を買うのは基本テロリストたち。アメリカ嫌いの北朝鮮がアメリカ嫌いのテロリストたちに武器を売るので、アメリカに対して強気の姿勢を見せておくことで客が喜ぶというか、商品のアピールにもつながることになります。国民に恐怖の植え付け大切。独裁政治をしている北朝鮮ですが、やっぱり国民の中には反発心を持っている人は少なからずいますよね。そんな人たちが反発しないように恐怖心を植え付ける目的もあります。国が不安定で国民の不満もたくさんあるからこそ、ミサイルを見せつけることで統括を図る感じですね。ミサイル発射失敗も急があった。北朝鮮のミサイル発射が失敗したようだ。これは単純失敗だったのか、考察が必要だ。米国がサイバー攻撃を仕掛けたか、もしくはわざと失敗し、北朝鮮のミサイル技術はまだ危険じゃないよアピールを米国に見せているのか、いろいろ考える必要がある。わざと失敗したのでは。ミサイルは発射しようとしたが失敗だから攻めないでね、でも俺たちは負けてないみたいな。最近のミサイルの意図は、2017年5月14日に北朝鮮が再び弾道ミサイルを打ち上げた。そのメッセージは米国に向けられている。対話をほのめかしながらカール・ビントンを配置する。米国に対し本音を言えと迫っているのだ。各国は難しい選択を迫られている。今回のミサイルは大気圏外に出る高度に1000キロ以上に達した。これまでの北朝鮮のミサイルは大気圏に再突入すると弾頭が破壊されてしまっていた。ところが今回の実験で大気圏突破が実現してしまった。これは大陸間弾道ミサイル ICBM の基盤が出来上がったことを意味する。今年1月、金正恩が ICBM 開発の最後の段階だと発言したが、実際にその基本的な技術が開発されたことが実証されたのだ。しかも実際の射程は4000キロを超える可能性があるという。グアムまでは届くわけだ。この射程を3倍伸ばせば、米国大陸に着弾させることができる。2017年5月14日のミサイルで各国が動揺せざるを得ない状況に、北朝鮮はミサイル発射でなんとかアメリカを交渉の場に与えたいのでしょうが、トランプ政権は北朝鮮が越えてはいけないレッドラインを米国本土への攻撃が可能な武力の保持と定めている。今回の一件はこれを超えた可能性がある。毎回毎回ミサイルの性能が上がっている模様。政府関係者が注目するのはミサイルそのものの性能だという。今回のミサイルはロフテッド軌道という通常よりやに打ち上げられ、高度に1000キロに達し約30分間飛行した。ロフテッド軌道だと落下速度が速く迎撃が難しくなります。日米間の情報筋の分析によると、射程距離は約4000から5000キロでグアムが射程に入る。だがそれより重大なのは固体燃料が使われた可能性がある点です。ミサイルが日本に落ちたらどうなる。威力は弾道ミサイルの威力についてですが、こちらについては
弾頭というミサイルの先頭部分に何を入れるのかによって変わってきます。爆薬や核爆弾、最新兵器などを含ませることができます。もちろん核爆弾ヤーなどが一番の破壊力ですが、現段階で北朝鮮に核ヤーを飛ばすだけの技術があるかどうかは定かではありません。ただ、もし広島に落ちた原爆くらいの核爆弾が落とされた場合、同程度の大きさで約 3km にわたっての家屋は全壊するだけの破壊力があるそうです。そして北朝鮮の弾道ミサイルは、広島に落とされた原爆よりさらに 2-3倍程度の核を搭載可能と言われているそうです。ミサイルが落ちた日本海の魚を食べても大丈夫なのか。北朝鮮による長距離弾道ミサイル発射実験の失敗で、ロシアのメディアは、破片などが落下した公海で深刻な海洋汚染の懸念があると報じている。人体に極めて有害な種類の燃料が使用された可能性が高いためだ。燃料は非公表だが、13日のロシア通信は、ミサイル1、2段目に、気体小自滅デヒドラジンという劇物が注入されたとの米専門家の話を紹介。環境保護団体グリーンピースは、低濃度でも人体に猛毒で、重油汚染よりはるかに危険だとし、魚類が死滅する恐れがあると主張した。ロシアではこのような報道がなされているようです。日本でこのようなニュースが見られませんね。漁業や飲食店業への配慮でしょうか。間違いなく一定の魚は汚染されていると言えるかと思います。